はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。4月はですね、17日の水曜日でございまして、4時を回りました。まったりとしてるさっきね、ちょっと眠たくなりかけて寝ようかなと思ったんですけど、こう眠気が去ってしまいました。いやいやわ、さっき寝たらよかったなと思いながら喋ってますけど、はい、行きましょうか。ちょっと待って、メール来てないかな。メール来てないな。ですね、上海は終わったんちゃうんかな。上海終わりましたね。3071上がってるやん。64も上がってますよ。分母が3000ですからね、64はすごい。で、ハンセン、香港ハンセンは今でやってまして、16232とあんまり変わりません。さて、ドル円 154.53、 あかんやん。全然動きませんね、これね。ドルウォン、うにゃうにゃになりましたね。1384とかになります。これまた夜動きそうな感じですね。昼頑張ったという感じがしますけども、はい。本題いきましょう。日本経済新聞ですね。これは昨日の19時5分に出ました。社説、中国はデフレ回避へあらゆる手を尽くせと。まあね、旗で言うてる分には簡単ですよね。デフレあかんで、なんとかしなあかんでとか言うてる分には簡単であって、当事者たちはですね、そんな簡単なもんちゃうねん。これ読めるやん。ちょっと読んでいきますね。社説やから読めんのかな、よう知らんけど。中国経済が今年1から3月に予想を上回る高い成長を実現したと発表したというべきでしょうね、正確には。そんな成長してるわけないやん、ほんま。だが先行きは楽観できない。深刻な不動産不況に伴う需要不足は続いている。習近平政権は本格的なデフレを避けるためあらゆる手を尽くすべきだ。まあそれはそうや、言うのは簡単やん。中国の国家統計局が16日に発表した1、3月の国内総生産は実質で前年はこれどどめ、成長率は高まるもどどめ、飛ばします。成長を引っ張ったのは生産と投資だ。まあこれもね、どどめっちゃどどめいいか、飛ばしましょう。外需の貢献も見逃せない。24年1、3月の輸出額はドル建てで前年同期 1.5% を上回った。まあ、貿易統計はごまかせませんからね。四半期ベースで伸び率プラスになったのは1年半ぶり。最大の輸出先である東南アジア諸国連合向けを中心に EV を含む自動車が伸びた。まあ、つまり主に EV を輸出しているということですね。一方、GDP の4割を占める消費は相変わらず力強さに欠ける。いわゆる国内消費ですね。3月の社会消費品小売総額、まあ、いわゆる小売の売上高。なんか、これね、あれなんですよ。高速がね、通ってる、なんていうか、こう、首都高が。で、首都高ってのは高いところにあるでしょ。あそこに緊急自動車が通るとですね、聞こえてくるんですよ。3% の増加にとどまった。若者を中心に雇用情勢は改善しておらず、将来への不安から消費より貯蓄の傾向が強まってる。これね、意外なんですけどね、今の中国人ってお金を使わずにどんどん貯めてるんですって。で、それはですね、将来に向かって不安があるからということなんですね。で、日本もそうでしたけど、物価が下がってるとね、みんなお金を大事にするんですよ。お金の価値が上がってるということですからね。そうするとお金貯めるんですよね。もっと消費が伸びないわけです。で、日本もそれでデフレになっていきました。何より出口の見えない不動産不況が消費者心理に重くのしかかる。不動産は中国の家計資産の6割を占めるとも言われる。不動産市況の先行きを見通せなければ、消費者が財布の紐をきつく締めるのは当然だ。1、3月の消費者物価指数 CPI は前年同期比横ばいだった。
これもなんか延期臭いですね。多分下がってると思うんですけど、需要不足から中国経済が深刻なデフレに陥るリスクは消えていないというか、これ悠長な書き方ですね。もうすでにデフレですよ、はっきり言って。中国って必要なのは効果のはっきりしない公共事業や企業の生産を押し上げる補助金より消費刺激に軸足を置いた政策だ。習政権はそのためであれば積極的な財政出動もためらうべきではないって。まあ正論っちゃ正論ですけど、こんなん俺でも書けるわと思うんですけど、まあいいけど、あの言うてることは間違いないです。あのいわゆる個人消費ですね、僕らレベルでですね、買い物が少ないということですね。もっと買い物させるようにせえということですね。でもこれ意外と難しいんですよ。で、日本とかアメリカであればですね、一番手っ取り早いのは減税なんですよ。むっちゃくちゃ手っ取り早いのは消費税をですね、今の日本であれば 10% から 5% にするとかって言えば、あ、よかったやんってみんな物買うでしょう。まあ日本では絶対そんなことは起きませんけどね。中国に消費税があるのかどうかは知りませんけどもですね、まあ消費税がないんであればですね、所得税ですね、の減税をすれば皆さん手元にお金が出てくるでしょう。そうするとちょっと使おうかという気になるんですよね。減税が一番手っ取り早いんですけども、そういうことをやるとは思えないですね。でその他にはって特にないんですよ。どうでしょうね、金利を下げるっていうのも手ですけど、あんまり中国人の場合は金利と関係してる人が少ないんちゃうんかなと、まあですね、だからそんなに効かないんちゃうんかなという気がしますから、まあ、あのね、人間お金を使う時っていうのはですね、その、どう言いましょうかね、未来に対して希望を持ってる時は使うんですよ。借りてでも使います、そうなったら。借りてでも使うんですけど、希望を持たないとね、ひたすら貯めるんですよね。中国人もね、あれだけそのなんていうか見栄っ張りで派手好きなのにですね、みんながこう萎縮して、家にこもってですね、お金を使わないっていうのはもう意外や意外なですね、展開ですね、私にとっては。でもこれで、ね、一旦そうなってしまったらですね、逆回転に持っていくのは相当難しいですよ。相当難しいです。で何よりもですね、まあ不動産の不況なんですけども、あの不動産の不況をですね、こう逆展開にしてですね、また不動産行けるでみたいにするにはですね、日本はどうでしょうね、12年かかりました、バブル崩壊してから正確に言うと1990年がバブル崩壊というふうにすればですね、そこが2002年だったんですよ。で2003年か4年頃からちょろっと上がり始めたんですね。で しばらく行ってたらですね、あれが来たんですよ、リーマンショックが来て、でちょろっと下がったんですよ。ちょろっと下がったんですけどもですね、リーマンショックがなって下がってたところにさらにあれが来たんですよ、東日本が。で元気がないところにですね、決定的なのは異次元金融緩和ですね。2013年からですね、もうすごい、ですね、こう、まあ、日本にとってはすごい風が吹いてですね、その後一部不動産は上がりっぱなし、なんか日が照ってきましたね、この部屋には入りませんけど。で日本はだからですね、まあ、12年と考えればいいんですけどですね、中国のですね、バブル崩壊はですね、2021年というふうに考えればですね、まだまだ先は長いでということで、その間のたうち回らなあかんわけですね。のたうち回るにしてはですね、ちょっと図体でかすぎるんですけどね、中国は。であまりにもね、大きいんですよ、規模が。だから多分ですね、持たないと思いますね、このバブル崩壊で。日本は社会の安定を損なうことはなかったんですけども、中国の場合は社会の安定が損なわれてるんでですね、壊れると思います。共産党の崩壊ですよ。だからまあデフレをね、なんとかしろってここに書いてあるんですけども、まあ、それ以上にね、もし共産党が政権を続けていきたいんであればですね、不動産バブルの崩壊と今山のように溜まっている不良債権の処理をやるべきなんですね。
それが多分なんて言いますかね、中国のですね、首脳部は分かっていないと思いますね。分かってる人はいるかもしれないけども、それを習近平に進言するようなことはないでしょうしですね、進言したところでそれが理解されて実行されるとは思いませんね。さらに言えばそういう、あのうまい方法はありません。ものすごく痛みを伴う方法しかないんでしょうね。それをやる勇気はないでしょう、やる勇気はないでしょうね、今の習近平には。はい、ということでこの飛ばし飛ばしを見ました日本経済新聞のですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。